んにちは、カエルパパでございます。今回はですね、東京ドームのね、22番ゲートから、JR と都営三田線かの水道橋駅の、道のりをね、案内していこうと思います。とりあえずですね、この22番ゲートね、出たら、まあ本来出たらね、右に曲がる道なんですね。この道をずっとまっすぐ行ってください。で、ずっとまっすぐ行くとね、なんか、なんつうんだ、ボーリング場とかあんのかな。その道に出ますので、そのままずっとまっすぐ進んでください。ずっとですよ。するとね、階段が見えてくるんですね。そしたらね、その階段をね、降りてください。階段を降りたら右に曲がってくださいね。すぐまっすぐです。あとはもうひたすらまっすぐ進んでくださいね。橋を渡ったら目の前にあるのが水道橋駅となります。ご視聴ありがとうございました。